サファリをタップします。Google マップを検索し、開きます。位置情報を使用します。OK をタップします。ブラウザ版の Google マップが開きました。共有アイコンをタップします。ホーム画面に追加をタップし、追加をタップします。ホーム画面に Google マップアイコンが作成されました。タップして Google マップを起動してみましょう。Google マップが開きました。